阪神大山祐介、あわや大けが、ヤクルト西川と一塁上で激突。阪神大山祐介内野手29がアクシデントに見舞われた。5回の一塁守備、1、二塁間への打球を処理した中野拓夢内野手27からの送球を待ったが、送球が走路側にそれ、打者走者の西川春樹外野手31と激しく交錯した。背中にタックルされるような格好になった。2人とも顔をしかめてうずくまった。ストレッチャー2台がすぐに用意された。西川が先に立ち上がったが、大山はしばらく座り込み心配された。だがその後に大山も大丈夫といった仕草で起き上がった。記録は二塁内野安打。2人は塁上で言葉を交わして無事にプレー再開。場内から拍手が送られた。大丈夫か？大丈夫？おい大丈夫か？これはやばくね？何かひどい試合だな。ただでさえ下半身微妙なんやろ大山。どっちが原因？中野。ダメだこりゃ。わあ、大山も西川も大丈夫か？大山踏んだり蹴ったりだな。大丈夫か？やばそうだな。足やっぱ悪いんか。大山は満身創痍やのに無理したらあかんで、なんやかんや言うても頑張ってるんは分かっとるんやから。今日は無理すんな大山。大山だ、大丈夫です。立った、大山が立った。大山頑丈なのに。今日は下がれや。無理はダメよ。復活わら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 。頑丈やながら。無理せんでええで。大山は丈夫だから平気やろ。浅村とぶつかっても怪我しなかったんだから。中野が悪いから。おいこらえためたまま出れないよ。ここで無理してもな。西川悪くなかったわら。無理させなくても。無理させるなよ。大山大丈夫？次の試合休んだ方が。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。